セルゲイ・ウィッテ内閣は、ロシア帝国において、ロシア閣僚会議の名称で機能した内閣で、セルゲイ・ウィッテの指導の下、1905年11月6日から1906年5月5日まで続いた。セルゲイ・ウィッテによる内閣は、ロシアの歴史において、初めての内閣であった。ウィッテが、首相就任時に際して、皇帝ニコライ2世に対して示した改革案は、 民主的な選挙権の行使を通じて選ばれた立法議会の創設、市民的自由の付与、内閣政府と憲法秩序の樹立という内容であった。イギリスの歴史家、オーランド・ファイジズによれば、自由主義改革の政治プログラムを基本に含むこれらの要求は、自由主義者をなだめることによって、政治的左翼を孤立させようとする試みであった。ウィッテは、 弾圧が一時的なな解決方法に過ぎず、危険なものであること,を強調したというのも、彼は、軍隊が、その忠誠心がまさに、今問われているのであり、その軍が、大衆に向けて使用されたとき、すべてが崩壊する事態さえあり得ると信じたからであった。皇帝の軍事顧問もほとんどはウィッテに同意した。こうして、 ウィッテとアレクセイドミトリエビチオ・ボレンスキーによって10月証書が寄贈された。しかし、皇帝は元、鉄道書記官で、実業家出身の官僚に過ぎないセルゲイ・ウィッテによって、先制的な統治を放棄するよう強いられたことを地辱に感じていた。ウィッテ内閣は短期間であったにもかかわらず、ドゥーまで作られた非常に多くの重要な国務が執り行われた。 セルゲイ・ウィッテの首相としての初仕事は、ストーンアイランドにある彼のダーチャに主だった、サンクトペテルブルクの新聞編集者たちを招き、メディアに対して、連立内閣の創設をアナウンスすることのはずであった。しかし、彼はあえてそのような危険は避けた。編集者たちはウィッテに対し、政府は信用できないと述べ、サンクトペテルブルクからロシア帝国軍を撤退させることを要求した。 結果として、ウィッテは、ロシア社会のリベラルな人々からの支持と承認を、十分に受けることができず、もとよりツァーリからも支持されなかった。ロシア閣僚会議の議長として、半年間その職にあったセルゲイ・ウィッテが、辞職願いを提出したとき、ニコライセイは、簡単にそれを受け取った。ありがとうございます。